大阪市立つもり小学校は大阪府大阪市西成区つもりにあった公立小学校。学校は大阪市検証史跡、つもり神殿会所跡に建っていた。敷地内には大阪市立つもり幼稚園を併設していた。本校では便宜上、つもり幼稚園についても記述する。明治時代初期の学生発布に伴い、西成郡 つもり神殿に設置された第二中学区第六区一、小区八番小学校を起源とする。1875年10月15日に、つもり神殿会所の一室で開校した。しかし正確な移転時期に関する資料は残っていない。ものの、明治時代中期頃までに、現在のつもり公園の場所に移転している。当時の敷地には、つもり村役場も併設されていた。 つもり神殿は明治時代初期、当時の勝間村と村行政を合同で行うことになった。これに伴い1884年には、現在の玉で、小学校の文校扱いになった。しかし、町村制により、つもり神殿は、現在の大正区、港区にあたる地域の神殿とともに、西成郡川南村となったことで、1889年に玉で、 小学校より再独立している。数度にわたる改変、公明変更を経て、1893年には西成郡積り尋常小学校となった。高等科は従来、大阪市内の木津、恵美第一、伊豆大一の各尋常高等小学校に委託していたが、1917年には高等科を併設している。児童の増加により、 1922年5月1日には、つもり村南東二分教場を設置した。分け教場は1924年に独立し、西成郡つもり第二尋常小学校となった。これに伴い登校も西成郡つもり第一尋常小学校へと改称している。1925年4月には、つもり村は大阪市に編入され、大阪市つもり第一尋常高等小学校へ、 解消した。さらに、大阪市編入直後の1925年10月には、大阪市つもり第三人上小学校を分離している。国民学校令により、1941年には、大阪市つもり国民学校へと解消している。太平洋戦争の選挙区悪化に伴い、1944年以降、学童集団疎開を実施することになり、 1944年9月7日には、和歌山県海藻群加田町へと出発した。しかし選挙区悪化に伴い、疎開先も危険になったとして1945年8月2日には、滋賀県甲賀郡友谷村に再疎開を実施している。1945年10月26日に、集団疎開から規範している。学生改革に伴い、1947年に、 大阪市立つもり小学校へ解消した。また学生改革によって新生中学校制度が発足したことに伴い、1947年4月には大阪市立西成第三中学校の仮校舎をつもり小学校内に設置した。西成第三中学校は1948年3月につもり小学校校舎から退去した。百四十八年四月には、 中学校校区再編により、大阪市立西成第四中学校が新設されることになり、西成第四中学校の仮校舎を、つもり小学校内に置いた。西成第四中学校は1948年6月、現在地に校舎を建てて移転している。1948年11月には、大阪市立玉で幼稚園分園が、つもり小学校内に併設された。 玉で幼稚園分園は1949年3月に大阪市立つもり幼稚園に改編され、つもり小学校の併設園となった。1950年9月3日の全園台風、1951年10月14日のルース台風では相次いで校舎床上浸水の被害を受けた。1953年8月には西成区、 つもり町東5丁目121番地の現在地に、校舎竣工し、同年9月1日より、本校機能を移転している。一部学年という稚園については、旧本校に残留し、旧本校を文校へと変更した。文校は1957年6月27日の台風5号で、床上浸水の被害を受けている。1958年3月には、 本校での校舎建設が完了し、これに伴い分校を廃止して本校に統合している。また、つもり幼稚園についても、この時に園舎が完成して、現在地に移転した。2000年代に入ると、地域の児童の減少により、つもり幼稚園の廃止とつもり小学校の統廃合が打ち出された。つもり幼稚園については、閉園反対運動も起きたものの、2013年度に、 募集停止し、園児が卒業した2015年3月に閉園となっている。また、つもり小学校についても大阪市立バイナン小学校と統合して2015年3月に閉校となり、2015年4月より、現バイナン小学校敷地で大阪市立バイナンつもり小学校へと改編された。ありがとうございます。